私はハニーチロだ。はい。くしゃみでそう。シャツも食べるけど、お前も食べる。え、一品しないと食べたくない。いただきます。じゃあ。人にバッパ。双子じゃないで。話はね。パラシンドです。はい。今日の企画は、異性を落とすために着ていた服。わーい。今回いっぱいあるよ。うん、私はその企画にちなんで、私が異性を落とすときに着ていくような。やー素晴らしいやん。来たことある。上は、ちょっと危ない。危ない。冬やのに、ちょっとごめん。こうやって、なんか。あーはー、でも冬でもギラギラいける。はい、そう。長袖やのに、うわ、いいやいいやいいや。ちょっと寄ったらなんかこんなんなっちゃう。あー感じのやつに、下はこれバーメイドスカートなんですけど、うんうん、ちょっとラインが見えてね、そうって感じの服を着てきています。で、これはムニエルっていう手なんですけど、はい、作ってから結構時間経ってんねんな、うん、で、春は冷えたら食べれへんくなる、うん、食べなしのやつ食べるくん。いや、画像とかは後で出してきていい？オフショルダーなど肩出しの服。あー、うん、肩が出てるやつ、うんうんうん、オフショル着るときは、うん、決めてることがあって、何白か黒の服決めてんの。オフショル着たら狙ってるって思われるやん、うん、黒とかの方がエロいやろ。それはお好みや。え、黒はだってエチエチ系の色じゃない？え、けど白っていう、まだ違うエチエチもあるやん。白の青春派系な。だからやっぱりそこに集中させたいから、白黒に、白黒のオフショル着。あ、エチエチに持ってきないんや。狙ってる時やん。狙ってる時ってことやんな。オフショル立つほんまに、うん、綺麗じゃん。なんで？肩幅ごつすぎて、後ろ姿男みたいなの。ああ、つーかったろ。この前ハンギョドンみたいにちょっと可愛いのしてたけど、すごいすごい。シャミの仕方ハンギョドンやねんけど。でも毎回言われ可愛い。くしゃみそんなやろ。でも今みたいなのもしますからね、うん、皆さん、まあ、2つ使い分ける二刀流やねん。うちは女の子っぽいふわふわした格好、髪もいつもあんましないヘアアレンジしてた。うわー、わかる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 。可愛いな、女の子やな、うんうん。もともと系統さ、女子って感じの系統を着ることが多いねんけど、うん、ふわふわもこもこっていうよりはニットとかが多くない？あー、ふわふわもこもこじゃなくて普通のニット生地、こういうニット生地っていうか、なんか、うんうん、分かる？伝えたいこと、うん、分からへん。よりふわふわとか、うんうん、なんかもこもこしたみたいなのを着ていきたいなとは思う。うん、なるほどな。あ、そうだった、よかった。え、僕はパーカーとか着る系女子やから、これもアダルトイに入るから、これでもいける。で、ヘアアレンジもする。あ、分かる。うちさん、だいたいいつも決まってんねん。いつも髪の毛下ろすの巻きやねんな。せやな、せやな。そう、やけど、ちょっと考えちゃう。いつもより少ない人やったら、30分ぐらいは増えるやん、用意の時間。ってなったら、え、これお団子の方がいいっていう新しい選択肢出てくるの。いつもと違う髪になるってことね。そう。なっちゃんさ、好きな人と遊びに行く時さ、お団子できたもん。一回、え、この動画にあります。どうぞ。サムネ、これな、うん、抜けない人と遊ぶ。そう、前この後デートやったんよな、水族館デートで。真っ白のワンピースに。うち思うのは、いつもお団子しひん人がお団子するときは絶対好きやと思うね、うん、うーん。スカートにロングブーツ、ミニスカにロングブーツって絶妙的に着にくい服やねんな。あ、そうなんや。ミニスカって股も気にする上に、うん、寒いやん。絶妙に冬履きたくないけど、男の目とかあって着れる。迷ったら単色。あー、わかるかも。でも単色のインフルエンサーさんとかおると思うけど、うん、そんな好きじゃないみたいな言う男の人もいるけど、大体好印象やとは思う。とにかくね、水色とか着んねんな。うん。パーカーとかで。うん、うん。狙ってる男の人と遊ぶとき、水色のパーカーとか着るわけだ。あー、まあ確かにな。狙ってる人のときは白黒やった。あー、あ、どうもう、じゃあこいつが白黒着てたらあなたのこと狙ってます。狙ってる。うん。え、でもシャツは、結局、普段も単色系の服が好きやけど、こうってなるとより単色の中でも可愛いとか。単色が。うん、ってやつを選ぼうと思う。シャツが最近買ったさ、うん、ちょっと勝負服っぽいやつさ、言っていい？あー、あー、あー。画像、はい、どうぞ。うんうんうん、え、これ、隠されてるはずやのに出てくるみたいなのが、あー、わかる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 。それはそう。なんかこれも、あ、ここ隠されてたのに出てくるみたいな。出ちゃってる。え、そう。しかもなんか、自分から出したからないよね。そうそう。これは出してないのに、なんか無意識に出ちゃったみたいな。そう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 、感じやん。そこの中の、ブレスレットとか、なんか、ここら辺を綺麗にしてたら、めっちゃおしゃれな、いい子みたいな、イメージになんねん。これではないけど、こういうジャケットを肩にだけかけて、そんな肌見せんでいい、肌見せんでいい。この状態、もうちょっといいよな。このジャケットにこの
状態になるの。わかるわかる。いつも着てない子とかそれやったらもう100そう。しかもだってこんなのさ、カバンも持ちにくいしさ、いろいろ動きにくいのにこうしてきてんねんね。え、ほんまに結構動きにくいなって、うちは結構思うタイプやねん。なんか、うわ、これ動きにくいなって思うやつは、頑張ろうって思う人にしか使わない。うん。体のラインがわかる。白のタートルニット。おー。ピチーってしてやるな。ピチーってしてここの出てきてるみたいな感じなんですか。あ、そう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 。お胸が。え、これな、二つ組み合わされてるのも。いい女も装える。うん、一番偉いのも、あれに、斜め掛けバッグ。うん、あれは狙ってるよ。狙ってるな。それ一枚で切れへん。なんで？になんか重ねちゃう。恥ずかしがるっていいね。なんか、形で過ぎてて、嫌やねん、札。なんで？しっかり、胸あるから、しっかり出てて嫌やねんな。あの、逆に、好きな人の時は胸大きく見てたんや。好きな人じゃなかったら、胸ちょっとでも出てたらめっちゃ嫌やねんけど、女として見られたくないと思っちゃう。うんうん、あ、じゃあここで一つ。はい。私の勝負服を着ていく時の、別のポイントいいですか、はい。バーン！ミスなのに？の、これハイライトなんですけど、クリームハイライトで、てかんねんな。なんかこうやってそう、ちょっとテカる。油ゲットみたいになりまーす。はい。ここにちょっと乗せんねん。わかる？うん。ちょっとプルって見えねん。あと、ここと、鎖骨、うん、鎖骨にもちょっとこういうのを塗って、なんかそういう出てるとことか、うん。ちょっと色気を出すっていうのをしてますっていうお話です。わかるわかるわかる。これとかも、狙ってる時にちゃう、うちら。え、でも、待って、ハーフジッパーをこの着方してるのは、狙いすぎやろ。それで言ったら、はい。最近っていうか、わかる？上がってこと？そうそうそう。ワンピース、中には普通の長袖の普通のシンプルなワンピースで、その上にモフモフのやつで、ここだけ、で、ここ空いてるみたいな。はいはい。最近多い。多いよな。なんかワンピースじゃなくて、うちトップスでよく見ちゃう。あー、あ、確かにトップスでもあるかも。ここ開けてる人な。そう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 。あの、水着あるあるちょっと挟んで。うん。をめっちゃ見せて、ありますってすんのも嫌やけど、隠してないですって思われるのも嫌じゃない？いやいや、わかる。こうなってる水着やったら、あの、同じ胸でも谷間が見れんねん。うんうんうん、だけど、こうなってたら、なんか空白のタイムができるの、ここで。だから余計になく見えんねん。そう、それが嫌やねん。嫌や。わかんねんな、女子で見た瞬間。あ、もうそれは、なんか胸がでかいっていう、あの、水着がそう見える形やなっていうのはある。それでめっちゃ胸でかいと思われるのも嫌やねん。わかる。あの、期待させといて、脱いだらしょうもないみたいなのも嫌やし。いやいやたまに、なになにさん、胸下がってないみたいな油断勝利や。ちゃうちゃうちゃう、みんなが見てる胸は、その、上がってる胸を見てるから、その、絶対そうやねん。そのブラ取ったらこうなるに決まってないでしょっていう話や。こう上げてるもんやから。そうやで。そうやで。だから、みんな、ほっぺ、こうなるところを見てんねん。それで、そうそうそう。それ、脱いだらこうなるねん。そうそう。これが胸やねん。そうやで。そう、だから、下がってるのが女子に言うの良くないと思う。こういうの。ごめんな。あ、あんたこういうじゃないですか。うちこういうの好きやねんけど。はい。寒いと思ってない時も可愛いと思って着んねんけど、寒い時にさすがにこれは着やん。あ、まあ確かにな。しかもこれちょっと下見えてるわけやん。見えてますね。でも手上げてるから見えてるわけであって、あ、まあ多分手上げてなかったら見えてないな。そうそうそう、そこら辺までは狙いすぎかなって思うねん。だからそのちょっと下は普通でも見えてますよっていう配分を着ていく、好きな人の場合。なるほどね。マーメイドスカートが楽で優勝。あー、うわ、うちマーメイドスカート履いたことない。履いてるイメージないわ、うん、履いたことない。めっちゃ楽やから。さ、このスカートめっちゃ履くくない？あ、そうなんや。楽なんや。楽なように見えへん。え、楽楽楽楽楽楽楽。でもマーメイドスカート履くときに注意してほしいのが、うん、お尻が結構プチってするやつやったらパンツ普通なんやと形見えるから。そこら見えてることもある。おるよな、その上からなんか履くとか、パンツ自体を T にするとか、絶対した方がいいなとは思う。夏とかなったら、こういう服っていうか、ノースリーブ、ちょっと狙ってる時ある。脱毛行ってもさ、脇ってさ、なんかチョコとか生えてくるねんけど、うんうん、もっと入念にさ、剃らなあかんやん。うんうんうん、ノースリーブってなったら余計にな。うんうん、ってなった時に、そんなに入念に剃ろう、入念に時間をかけれるぐらいの相手の時にノースリーブは着たい。なー、できれば。なるほどね。うん、かつもう夏はほぼノースリーブやん。お前、あとノースリーブかよ。ノースリーブにシアーのシャツとか、うん、なんかカーディガンみたいなのが多かった。うん、ちょっと宅飲みとかカンカンの時に、どのカンカン飲む女子が一番見えてないけどあざといキャラみたいなんやと思う。そうそう。あ、じゃあ自分が狙ってる時何飲んだって言う時でしょ。ちょっと待ってよ。やったー。せーので、はい、これちょっと見てみましょう。ポケツの、グレープフルーツ5番。あー、
いいよね。レモンドーと迷いました。5パーぐらいでちょっとパッて酔いたい。あー、5、7ぐらいあるお酒飲みたいなっていうのと、うん、まぁ、ちょっとその中で飲みやすいのどれやろうって思った時に、レモンドーと陽吉であったから迷った。私は、うわぁ、迷いたくないこんなん嫌や。カミスルトクトクのスマモ。あはははこいつガチで言おうとしてるやん。その氷結のグレープフルーツも結構飲むねんけど、落としたいってなったらこれかな。ああ、なるほどな。狙いに行ってるって思ったら、これで、初め頼んで、チャミスル好きなみたいな。なって、好きみたいになって、じゃあ、本物のチャミスルの方を頼もうやってなるやん。ああ、確かに。それで、どうするかっていうのを、二人で、ちょっと飲んで酔っちゃうみたいな。ああ、わかる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 。何持っていきたい。水野先生の時間最後に。ない肌チラ見せは正義。肌チラ見せは正義。肌チラ見せは正義。あっさ。はい、もうちょっと言ってみましょう。イリクは男のため。イリクは男のため。イリクは男のため。衣服って言えてなかったし。はい、今日の仲間で、こんながいいと、なっちゃんに服と何個目と思ってしまう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。